皆さんこんにちは。一般社団法人内臓マッサージ協会代表でジネザンセラピストのゆきです。今年のセラピーワールド東京では2つのテーマに絞ってセミナーを開催していきたいと思います。1つ目はぐっすり眠れていますでしょうか。ぐっすり眠れていない、その原因は実はお腹にあるかもしれません。今回は快眠にテーマを絞ったお腹のマッサージ、快眠知念さんのメソッドで柔らかお腹、そして痩せ体質を導く、そんな方法をご紹介していきたいと思います。そしてもう一つが、今年新たに登場した内臓美活さんのセミナーをしていきます。少しお顔や体をこすっていくことで内臓からきれいになってデトックス体質を作っていく、そんな方法をご紹介したいと思います。皆さん、セラピーワールド東京にぜひ足をお運びください。ブースでもお待ちしております。